さあ、はい、こんばんは、大山対戦会です。こんばんはさあ、ちょっと緊急企画ではあるんですけれども、なるほど。ギオさんとタンパためすぎさん、はい、ちょっと格付けチェック。ああ、なるほどね。なかなかこの2人ね、直で対戦してるところあんま見たことないんですよね。ありません。この動画見てる人たち、この2人そもそも知ってんのかなっていう、そうですね、ところはかなりあるんですけど、はい、まあ2人とも西日暮里 VS 火曜日のスパツ X 東大戦でね、よく出ている、はい、そうですね、はい、はい、人たちでね、そう、リアルな2人、あ、知ってますね。ありがとう、リアルな2人ですね、確かに知ってますね、知ってますね、ご存知でしたか。ご存知、リアルな2人、知名度が高いな。そうだから、この2人で出席したらどっちが勝つのっていう、はい、そうですね。俺ね、いろんな人に聞いたんですけど、はい、誰もね、わからない誰も、いや、わかんねえなんて。本当にね、いい勝負すると思いますよ。だいたい小物道始まる前ってさ、この人は勝つやろみたいなあるじゃないですか、はい、これないっすよ、ね、予想つかないですね。予想つかないんだよ、この二人、はい、あ、じゃあ、そろそろ、そうですね、うん、準備、はい、お願いします。始めましょう。で、うん、はい、で、ギオーさんが X 流で、はい、タンパためすぎさんがもちろん S バイソン、 S バイソン、リアルなバイソンですね、はい、リアル S バイソンです、はい、ということで、あ、いいですね、これだけでもう、あ、コンボもできる、もう手の内見せちゃう感じですか俺はできるぞと、そういうことです、ね、タンパためすぎさん、やっぱね、コンボできるね。あの、アントビうまいんですよね。はい、アントビなんかすっげー、うん、練習してるって言ってましたね。まあ、でもどうしても剣にアントビってニカさんに怒られるっていうのがあの中でめちゃめちゃ好きですよ。そう、うん、S 剣とかにもねアントビするからね、はい、やめて、負けちゃガエル、ガエル、ガエル、ボタチしてもう10時半で帰っちゃうでしょ、もう。そうですねお、じゃあ準備運動もそうっすね。大丈夫、あ、ギオさん大丈夫ですか。いや、大丈夫。まだ、まだ、まだ大丈夫。あ、まだ大丈夫。まだ大丈夫。まあ、ギリギリだと思うけど。まあ、でも、時間を気にせず。はい。じゃあ、ここから開始？じゃあ、今から、開始します。はい、じゃあ、男道、はい、よろしくお願いしまーす。イェーイ。実は第2回の男道、実は幻の第1回があったと、ね、はい、春キャラ君とハイビギ君のやつがあれが第1回なんですけど、今回はい、大山ニュートンでね、こうやって本格的に配信をしていくという感じですね。はい、はい、というわけで、おっ、ね、おー、アントビ失敗、アントビ失敗しました。まあまあまあ、まあ、やっぱ大会の緊張がね、腐っても大会ですからね。そうですよ、これ。うわ、そうなるとやはりキャラ操作的には S バイスの方が簡単かなっていううわー、これは波乗りですわね、タンパためすぎさんね、はい、もう味を占めてるんですね。占めてますね。もうダッシュストレートだけで波動の出かかりはかなりね、はい、潰せるんで、はい、もうまあまあこういうね勝負であればやはりどんどん通じるところでところをやっていくっていうのが大事ですね。はい、さあ、しかし、おお、うまい、波動拳、真空あるよ、真空ありますね、出していった、まあ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 、おわアントビにはいかない、セブンでいて、おお、うまいセブンで近寄ってストレートでおしまい。いやー、まず0-1、まず単発
杉さんですね。この二人、はい、多分十先とかそういうやるの初めてじゃないですか、ね。そうでしょうね。まあ対戦はしてるでしょうけど、こういう形式では初めてだと思いますね。はい。うん、実はの試合でもあんまりね見てない、見たことないんですよね。あんまりそうですね。そう。うん、さあ波動で相手、ヘッドで受けて、やはり中距離のダストが怖い。投げて、やっぱな、エスケラ投げろってことですね。そうっす。うん、もう投げ受け身ないんで、もうダウンしたら、アントビして、ひたすら投げで殺すっていう。はい。そこですよね。あるんですが。そうなんですよ。この距離ではなかなか、ダストが強い。竜側としてはなんとかこかせた。いって今のポイントです。うん、ヘッドしてからストレート。あれね、結構見えづらいんですよ。見えづらいですね。杉さん、できますね。なかなか。うまい中足。エンダイパンを中足で潰れましたね。うん、そうですね。あれ結構ギリギリなんですけど。しかし、アントビー投げに行く。様子見から。お、うまい。二つうまい。さあどうする？アントととと。どう？やばいっす。出すです。ただゲージあるよ。ゲージはあるけど。うん、大事に。お、上を見ている。ね、さあどこで行くか。おっち。ヘッドでかわして。いやーこれはわからない。ちょっとバイソンが怖いですよね。おっち。さあ俺はおっとうわーあーファイーナル炸裂炸裂しましたね。かっちり決めていったそうですね。ちょっとギオさんの方の波動が、まあ、もうちょっとファイヤー打ちたいかなってところはありましたね。申し訳ない、この10先ね、自腹で50円を入れるというそのわけですね自腹で S バイソンに乱入しなくちゃいけない、うん、そうですね。S バイソンなんて世界に1人2人いるかいないかっていう3人ぐらいしか一時期はね3人ぐらいいたんですけど、入ってましたね。今まともに使ってるの杉さんだけなので、唯一無二ですわ。はい、自腹対決です。アントビー、アントビーうめえな。自腹切り配信ですさあこれて端はきついよ。おーっと真空カウンターこれはどうする。あ、行かない、置き攻めいかない、やばい、これはきつ いどっかで勝利は、あ、とっ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 とあー、またファイナル言ってましたよ。そうっす、あ、セブンだったかなえセブンだったかな、いや、今30秒と、じゃあ待って、とかじゃなかった、とかじゃなかった、うん、60カウントでファイナルだから、うん、多分あれはファイナルファイナルでしたか、失礼。さあ、ちょっと端は辛い、アントビって半沢さん、半沢さん見てるから竜巻俺、半沢直樹さんの正体、未だに分かんないんだよねよく俺も、ちょっと存じ上げないですね。波動を、波動をあれは、してる、してるっすか、怪しい。あれは勝負行きましたね、行きましたね。え、うん、山本さん、半沢直樹さん知ってるんですか、はい、まあ、それは後で詳しく波動波動で酔っ払いつつ様子を見たい。こかして波動に行きたいかな。竜ってやっぱり波動拳打ちたいじゃないですか、はい、やっぱその打ってから、はい、その打っちゃいけない波動みたいなってやっぱあるんですか。あー、やっぱヘッドの後とかね、短波の後とかは特に S バイソンはちょっと嫌な感じがします。なるほど。さあこれどうなる、届いちゃうんすよね。セブン投げる、投げる、うん、これ普通に短波重ねた方がね、有利なんですけど、うん、今のは完全にビタで投げましたね。うん、おっとええ、ニクレじゃないかな。50円ニクレ、ニクレのはずあこのそうかそうか、この会話するっていうこれ自腹マッチなんで、そうなんですよね、負けるとお金が減りますこれがね、確かに相手のを悪魔だな、色を変えたりとかして相手のクレジットをわざとちょっとちょろまかすっていうライアーゲームそうですね、そうリアル、ちょっとリアルですね、リアルですね、リアル立ち回りもね試されるというこの自腹中先はね、あー修羅だな、お前ワンクレ使っただろうっていうセリフもいつか聞けるかもしれないですね。後で喧嘩が起こんなきゃいいんだけどね。おわーさ、真空あるよ。真空あるけど、短波もあるので、もう死ねる。うわ、あーどんぴしゃ。合わせていった。さあ、試合展開まだ3回しかやってませんけど、うん、だいぶ手の内が。そうですね、いい勝負になってますね。アントビー投げに行く。その後は
うわっち竜巻で切り返して、どうする？そう、竜巻暴れ結構、ね、有効なんですよね。うん、なるほど。まあでもそれも見られたらおしまいなんですけど、短波で切られるのが嫌ですよね。うん上を見ている。お、ここでアドバイスが入りました。お、屈伸ガク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 でしたね。あ、うまい。そう、めくり竜巻、そう、めくり竜巻が強い。そうですね、ひたすら、そう、ひたすらめくり竜巻でさあ、表は通らない。そう、投げも強いですね。昇龍が、わっち、そう、この後気まずいですよ、龍ね。中盤、いやー、厳しいか。あるよ、これは。おお投げられちゃった。ちょっと中ボス行きすぎ、見せすぎちゃったかなってとこですかね。うん、まあ、いや、積極的に今、うん、いや、投げに行った感じです、ね。それがちょっとなんか中ボスになってしまったという。あ、今3、ギオさんが1で、杉さんが今3。おっと、この展開はちょっと予想してなかったですね。ちょっと読めないというところですが、杉さんが若干リードと。龍はね、とりあえずね、うん、とりあえず波動拳打てる前にまず立つことが大事。そうですね、だからあんまり近寄りたくないですよね。そう、近寄りたくないから、うん、そのファイヤー波動、はい、そう、多分こういう時とかに、ね、そうそうそう、あんまり近寄らないで、アントビに行くのが、うわ、この間はきつい。え、今うまい、うん、中パン中パンストレートで3ヒットした。うまいですね、繋げてきますね。やっぱこの男コンボはできる。うん、やり込みが見えますね。この10先やりますって言った時に、うん、はい、杉さんとギオさんにそれぞれ、はい、なんか準備期間とか調整とかやっぱ必要ですかねって言ったら、うん、はい、2人とも、はい、いや、いらないやるなぁ。もうね、いいでしょ、もうな、調整なんてもうその時点でもう甘えだと、うん、甘えだと。そうそうそう、ね、いきなりやんないとやっぱり格付けできないからみたいな。なるほどね、そういうことなんですよ。もう鍛えることは甘えという花山薫どっちかとなんか渋川豪樹っぽい感じましたけどね。あ、渋川豪樹状態戦場みたいな感じでね、いつでもやれるよっていうのがね。そう、いつでもやる、まあ、どこでもやると、どこでも自腹でやると。そういう、でもお互いやっぱねリアルですね。ゲーマーの鏡ですわ。そう、おっと、大勝利、押し置き、竜巻投げて受けないよ。これは美味しい。さあ投げに行く。あ、来た、これはこれ、おっと、ダイオス優しい。あ、優しい、これはギオさんの優しさが出てしまった。ギオさん優しいな。しかしまだわからない。しかし短波もあるのでさっさと殺したいところ。さあこれは受け止めチャンス。おお、つながってないけど。あ、ダイオスじゃないの。つながってないけど今、いや、まあまあ当たりはいいんすよ。まあ、そうそうそう、勝ちはいいんだよ、ね、勝ちはいいんすよ。勝ちはいいんだ。おっと、ここで杉さんがまさかの両替タイム。あ、杉さん両替に行きましたね。100円で十分っていうのがそうでもなかった感じですね。前もそうですね、さっき100円で十分って言ってたので、そんなにこれ下手だとお金が先つけてもあるんですかね。ちょっとちょっと ATM 行っていいみたいな。ギブアウト、もしくは相手から借りるというのもありますけど、これはちょっとね、運営をガチでやってる人はこれを見たら多分相当ガチ切れするんじゃない。ちょっと怒っちゃいますけど、まあまあ、ね、まあ、おいおい、緩やかにやっていくのもいいんじゃないですか。エボジャパンを控えている外国人がこれを見たらどう思うか。まあちょっと日本人大丈夫かみたいな。あ、そうね、エボ明後日とかでしたっけ。明日かな、明日か、多分確か明日、明日から3日間。なるほど、まあある意味エボの前夜祭と言っても過言ではない、ね、確かに、うん、豪華な対戦ですよ。さあ、ただ固めて固められるとやっぱね、龍もね、そう、こういうことされちゃうんで、この、ね、この後で勝利を出したくなんですけど、まあまあまあ、ヘッド出すと負けちゃいますね。やっぱり龍はね、灼熱波動でがっちり燃やしてダウン取って、うんうん、そうそうそう、何かしら置き攻めしないとダメなんだけど、杉さんが逆にやられてる。杉さん、うわー、杉さんあのムーブやらしいな。っていうか意外と硬い、うん、杉さんも硬いですね。結構杉さん大会向きかもしれない。まあ バイソンってのもあるんですけど、どうしてもちょっと、まあなんて言ったってあれですよ、うん、西日暮里 VS でこの前、はい、松木尾さんとか、うん、てか3連勝ぐらいしたのかな。そう、殺してましたからね。 X バイソンでですけど、 X バイソンだけどね。けどその時はね。終わった、いきなり今日開幕バックジャンプ完全にバレましたね、はい、今ね、うん、バレてましたね。まあ龍側としては前を取りたいとこではありますが、やっぱり、あー、うわっ、さあ波動、そう、灼熱出てきたよ。
いや、まあ、波動を打つと、はい、そのバイソン上行きたくなるので、うん、はい、それをねなんとか昇竜拳でね解かせたいとこではありますね。はい、ただちょっと届ね、いい間合いで飛ぶんだよな。うわっち出た、ヘッドストレート投げて、さあこれはあ優しい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 、よっと投げて、これは投げて、おお、いやすごい、てかね、短波ガードしてから投げるの結構難しいんですけど、あの完全にギオーさんはその戦いの中で培った、はい、あの野生の勘で投げてますね。あ、やり込みとかじゃないんだ。あの難しいんですよ結構。確かに確かに難しいですね。これは、お、これは潰した。うん、さあこの前、端はあっと逃げちゃったか、投げて画面端、さあもう一回波動で、お、投げに来た。引いた。さあ、おお、大昇龍が真空じゃないかな。今の投げて、こっから全然あるからね。怖い、うわ、暴れに対して暴れていった、暴れ返した、うん、間違いない、この男どうせ投げなんだろっつって真空でしたね。今ギオさん3で、はい、丹波為杉さんが 4、意外といい勝負、うん、いい勝負ですね。シーソーゲームになってる、はい、さあやっぱりこの2人は分からない、分からないですね、分かりません、はい、いい勝負をしてますよ、うん、あー今の落としたいな、うん、ただとっさに勝利はやっぱ用意してないと難しい感じがしますね。まあ、ジャンプも低いの分かるんですけど、うんうん、あのしゃがんじゃうんでそっから勝利出しづらいのはね、まあ練習なんですけどありますね、うんうん、おっとスイちゃんパーフェクトペース、いやー丹波為杉さんもね、はい、ガイルからうん、S バイソンという異例の、はい、まあ俺が S バイソン進めたのが悪いんですけど、はい、生まれ変わっちゃいましたね、転生しちゃいましたね、そう、はい、思いのほか、なんかすぐやめるかなと思ったんですよ本当は、うん、思いのほか気に入っちゃってね、あの知らないと本当に一方的にボコられますからね、そうなんですよ、はい、わあ置き攻め投げに行く、絶対投げに行く、このストレートきちんだ、このうん投げる、おお取った、うわよく前に行った、うん、粘りましたね、いい勝負、はい、いい勝負、これはいい勝負です、昇龍さあ詐欺飛びにちょっと高いかな、うん竜巻ちょっと今なんとなくなんか竜巻でいいかっつって、竜巻浅かったね、あのどうしようかなって時に出ちゃったね、あのひでえことになる、あっとそんなこと言ってる間に杉さんが取って3の5、このゲームは、はい、自分がいかに冷たくなれるかっていう、そうですね、ゲームでもあります。相手が S キャラなのでひたすらアップにして投げて殺すことも可能、まあ、勝負ですからね、そうこれ通るだろうって言ったら一生やるのがまあまあ正解なのかな、はい、さあ開幕後はさ刻んで待ってる、あー恥はつらい、恥はつらいぞ、恥はつらいぞ、おお新しいムーブ、あれねたまにやるとねすごいねムカつかれるやつ、飛ぶのって思っちゃいますからね、その垂直固めはね結構ね、うん、落としづらいから、落としづらいですね、てか普通にガードするしね、うん、あーおっこのペースはマシ、おしかし入れ替わったよ、入れ替わったね、うわ投げがバレてた、うわっち波動、さあちょっと波動で押したいけどゲージが欲しいかな、せーつらい、勝利、勝利、勝利、さあどうする、うわー今そうね、ちょっといや今ね、しゃがんでましたね、うん、そうですね、やっぱ浅い、うん、竜巻はやっぱああいう風にしゃがんで透かせるので、そうですね、まあしゃがんどこかっていうのは、うん、まあでも本当にちゃんと重なってればしゃがんでも食らうんで、うん、そうですね、はい、2発目がねコツって当たる、まあガードにはなるんですけど、ガードにはなるけど、うん、ただ S バイソンでもね全然竜巻はめはできるんで、うん、うわ見てる、おっち、やばい、さあ恥はつらいよ、おわあ、いやー竜巻はやばい、うん、ナイスアド、ただファイヤー欲しちゃったな、うまい、ダヤシ、いやーなんかナイスダヤシ、うまい、さあおわっち、これが伸びてくんだよな、いやーやばいなさあちょっと杉さんが乗ってきましたね、ねえ龍はねもっとね、うん、強波動を打っていいんですよ、そうですね、がっつり、はい、そうで、どうせ上飛んでくるからそれをちゃんと昇竜で買ってっていうところから、なんかあのすごいね、バイソンもきつくなってくるんですけど、中盤中盤はね、そういいんだけどちょっとダメージレース的にきついんだよね、転んじゃうしね、あーっと
X バイソン戦だと結構ね、しゃがみ中パンチ ねかなり止まるんですけど、ね、止まるんですけど、ダストが止まんないんじゃないですかね。止まるかな、あれは。あのうわーって、うん、走ってる間なら当たる、S バイソンも、はいはいはい、今もあの3回ぐらい当たってたんだけど、だそっから波動拳とかね、うん、そうですね、ファイヤーにつなげてやっぱこかせたいっていうのはありますね。さあファイヤー波動、そこから、そうね、竜巻もいいしいいんだけど届かない、転んじゃって、おわあ、うん、うわっ、波動をファイヤーにしたい。ここはファイヤー落ちんだ。あー、前飛びはやばい。うわっち、うわー、いやさあこれはちょっと杉さんの方が乗ってきてる感じはありますね。冷えてますね、うん、かなり冷え、竜巻でこかして投げに行く。さあ受け身なって、ギオさんもかなり冷えてきました。がー、これは落とされちゃう。お、中足ファイ波動うまい。わっち、これはこけちゃうんだよね。さあでも真空があるから、あーさあ寝転んじゃって、おお出るヘッド、当てなかったか。あのね、あそこでヘッド出すの結構ね難しいんです。結構その確かにね、起き上がりにリバザヘッドを出す、はい、例えば、うん、ああいう風にあのスパコンかかって出してる間はとディレイがかかるじゃないですか。かかりますね。そうだから思いのほか早く出しすぎて出ないみたいな。なるほど、ことはよくある。おぉ、これはあっという間に圧倒している。おっと、切り返す竜巻、投げられる。そうね、竜巻はちょっとね、やっぱ杉さん、うまいなコンボさあ3対8となって、案外ちょっと差がついてきましたと。そうですね、はい。まあでも竜なら、いや全然ありますよ、全然あるんで、はい、さあこけちゃって投げられる。この後杉さん行って帰ってが多いな行って帰ってがおわおわ、今のはサガトを殺す時と同じムーブ。うーん、なるほど、ストレート大パンストレート、あれね辛いっすねあれはねほぼレンガもどきになるので、うん、普通に勝利読んでればもう勝利で全然返せる技ではあるんですけど、なかなかね、そうね、ワンクレ目にやってくるとね、意外とね、はい、出際とかをね、潰されるやつ。言うてなかなか勝利出しづらいっすよ。うん、さあ。おっと、投げが読まれた。てか、吸われたね。吸われたね。投げ勝ちじゃ多分、竜の方が投げやすい。おぉ、セーブ、投げやすすかにセーブ。さあ、短波ためすぎ、リーチここで。さあ、ここは一発壺なんでしょうか。一発。ギオさんもね、ちょっとね、粘ってほしい。やっぱりね、波動連発ですよ、強波動連発、ね、で焦げたらすぐめくり竜巻に、はい、あのガムシャラに行くと、ガムジャパすると。ただ伸びてくるんだよな、ダストかな、確かに怖いんだよな、伸びてくるんですけど、うん、まあでも、うん、いって、いやー、この連携がきつい、やばい、これは一発ツモか。ありますね、メンタンピン三式ドラドラぐらいはあるんですか投げて、さあ、どう潰して、さあ、ファイヤーで、相手はゲージがないからね、受けられてもまあまあって感じです。いやでもね、相打ちになるのもね、結構痛いんだけど、ダヤシダヤシ波動、でも結構いいかもしんない。うん、波動を、よし、地上から行った。地上から行ったが、なんかめちゃ空振ってる。地形かな、どうかな、うまーい、ターンにぶち当たる。今のはうまい見てからじゃないような気がしますけど、さあ、うん、ギオさん、さこっから投げる、なんかエンジンが波動モードに行きたいか、そう、ちょっと近いかな、うん、投げられて、やばい、うまい、うまい、竜巻、そう、竜巻がね、投げられる。さあどうなる、うわ、シックスオンできた、うわ大パーンやる杉さんストレートで、いやーリーチ一発ツモでしたね。というわけで、今回の十詐欺、はい、勝者は丹波為杉さんでした、うん、おめでとうございます。じゃあ勝者にインタビューか。あ、じゃあそうっすね、そうですね、勝者にインタビューしてもらいましょう。はい、あ、じゃあマイク、
名前とあと一言なんか言ってくれれば。杉です。いやでもやっぱエスバイソンが一番強いよね。あ、まあまあ、Sバイソンが一番強い。おお、強いと。なるほど。いやだってXバイソンあれな、あれ何あれなんかもうなんか大パン使うのがなんたらかんたらとかグランド出せないしね。えまあスパコンあるだけなんでSバイソンのが絶対強いです。はい、ね、はい、というわけでSバイソンが強いという杉さんのお言葉でした。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。いやー、分かっちゃったね。分からせちゃいましたね。ちょっとね、リアルすぎたね。まあやっぱちょっとリアル見ちゃったね、かなり。ここまで現実的現実的だね。うん、13。次回は、いや、告知は未定です。未定ですね。なるほど。はい、まあ、はい、でも、まあ、まあ、またやりたいって気持ちが芽生えたらやるんじゃないのかな。ね、はい、いつかやると思いますので。はい、すいません、はい、本当に。大山ニュートンさん、ハゲさんに、ね、すごいご迷惑をかけてしまいましたが、今日やりますっていきなり言っちゃったもんだよね。びっくりしたよ、うん、なんか、来たらなんか、大会始まる感じがね、今日なんであんのって思っちゃったからね。なんかみんな、みんなタバコ吸ってるけど、そうどうしたどうしたどうしたのみたいな。ね、まあでも、はい、いいものが見れました。はい、よかったですね。なんか、はい、俺得なだけかもしんないんだけど、これは。あとで、男さんは1万回再生してください。俺だけでね。1万は行くよ、これ。1万行く。1万は行っていい。行きますね。1万行っていいですね。うん、はい。これを今日のおかずにします。ちゃんと。しっかり。しっかり。はい。くまなく見ます。食べてください。はい。わかりました。というわけで、はい、丹波為杉さん、優勝おめでとうございました。ありがとうございます。ヨウさんもお疲れ様でした。はい。日々精進。そうですね。大事ですね。大事。はい。じゃあ、お疲れ様でした。あ、男さんとね、デレローさんです。私はデレローです。どうもどうも。はい。というわけで、すいません。じゃあ、ありがとうございました。そう、しの兄さん。しのさんですね。そう、しのさん。しの兄さん、しの兄さんですか。はい。じゃあ、みんな、解散。すごいっすね。じゃあ、お疲れ様でした。お疲れ様でした。次回楽しんでください。男でした。デレローでした。お疲れ様でした。